より小さい夏ドラマ、舞い上がれ、若手キャストの躍進福原遥、赤楚衛二、目黒蓮が GP 帯ドラマで主演。福原遥さんが主演を務めた、2022年度後期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、舞い上がれ。同作に出演した福原さん、赤楚衛二さん、スノーマンの目黒蓮さんが7月期のゴールデンプライム帯 GP 帯午後7から11時の連続ドラマで主演を務めることが決まるなど、飛躍を遂げている。それぞれの出演作品を紹介する。目黒蓮は連ドラ初の単独主演世界一のわがまま&危険な男に、目黒さんは、舞の航空学校時代の同期、柏木弘明を演じた。7月期は、トリリオンゲーム、TBSK、金曜午後10時、で、連続ドラマ初の単独主演を果たす。演じるのは、世界一のわがまま男、春子と天王寺明、天王寺春。類稀なコミュニケーション能力を持ち、老若男女からモテる天性の人たらし。はったりばかりの楽天家に見えて、実は計算高く、悪いことにもブレーキが効かない危険な男という役どころ。